ウェッジウッド・ノエルはアメリカ合衆国の俳優、作曲家である。ウェッジウッド・ノルと E の入る表記もある。1878年1月24日、ニューハンプシャー州ポーツマスに生まれる。当初のキャリアは舞台から始まり、1912年1月にはニューヨーク市ブロードウェイの美獣劇場でザ・ライトツーハッピネスの舞台に立った記録がある。 15年の舞台生活を経て、1915年に映画界へ進出する。1916年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍、同年、レックス・イングラム監督、クレオ・マディソン主演のクーダンに出演。1917年からは、前年にユニバーサル参加に設立された、ブルーバード映画で、クロラン、聖の鼓動、ザ・ミステリアス・ミスター・ティラー。 地の叫びに、出演、一作を除いて、日本でも公開された。1918年にはユニバーサルを離れた。1923年、ジェラス・ハズバンズに出演したのを最後に、一旦映画界を離れる。1932年、時代はトーキーになり、映画界に復帰するも、ほとんどがノンクレジットの早くである。第二次世界大戦後の1947年、 ジョーゼフ・エルマン・キー・ウィッツ監督のボストン物語を最後に六69歳で映画界を退いた。いた。1957年6月17日、ペンシルベニア州フィラデルフィアで死去した。七79歳没。特筆を除きすべて出演作である。1932年の復帰以降の90作以上の出演作はノンクレジットの早くが多く、主なものに止めた。 ありがとうございます。